みちょぱロスなの俺は。あ、そういうことですか。そう、何してたのかなと思って、みちょぱって書いてどういうことですかあれ。おい、どういうことですかじゃなくて、俺はあれ、みちょぱって書いて、あの書いたのかな、で、なんか思ってたら出たみたい。あ、元からあったんですか。じゃあ、うん、自分で書いたわけじゃないんですか。うん、あ、よかったですよ、びっくりしたすいません、ちょっと聞いて。だから、すいませんね、あと、あの、先週の、はい、配信、あの、ちょっとみちょぱの結婚が出てショックで僕やらなくてごめんなさい。そうですね、急にちょっとっていう。はい、そんなやっぱショックなんですか。いや、めちゃくちゃショックですよ。え、なんでなんですか、なんでショックなんでしたっけ。みんなでもお祝いしてるじゃないですか。はい、嬉しい気持ちでいっぱいだと思うんですけど。いや、だからみちょぱもその彼氏、今も結婚しちゃったけど、彼氏と付き合ってるとか言ってたけど、けど僕は別れると思ってたから。あ、別れた時にそのタイミングでその隙間に僕がみちょぱのね、ぽっかりやった心の中にナインボールで入ったら俺がゴールインだと思ってたから。なるほど。そしたら結婚したからさ、もうちょっと奪える機会ないからショック。なんか痩せたしあ、痩せちゃったんですね。痩せました。失恋で。はい。あ、そうなんですね。今日フォロワーが1万2000人増えましたねあ、なんでなんですかそれを。いや、だからショックで、やっぱみちょぱの分をなんか自分の中じゃ消化できないから、うん、それをツイッターとかで悲しいなっていうのをあげたりとかしてたら、なんかフォロワーが、先週の土曜日のみちょぱの発表があった時点で僕のツイッターのフォロワーが66万6千人だったんですよね、うん、今67万8千人になりましたので、うん、1万2000人増えましたね。それは何ですか、みちょぱさんのファンが来たんですかね。いや、多分クロちゃんの心の脳を埋めてあげようっていうギャルが1万2000人多分フォローしてくれたんですねじゃあそっちに行きましょうか。行きます。心の声がちょっと漏れちゃった、すいません、ちょっと気になっちゃってごめんなさい、急に回しちゃいました、ごめんなさい。ふざけてよ、ちょっと。なんでよ、もうやるんだけど。気になっちゃったんで、すいません。いや、まあ、いや、そこから見えるとは思わなかったもん、こっちも。なんかこういう可愛らしいとこあるんですね、自分で書いて。いや、嫌なこと言わないで。違うから、もう気づかないで。撮って、写真撮って、ツイートして、今からツイートするんですか。そうですよ。けど今ちょっと反転してるんで、一回ちょっと清掃してね。ああ、そういうことですね。なんてコメントつけるんですか、それは。心の声が漏れちゃったし、みたいなことですか。ちょっと待って、正解出さないよとうとう心の声が漏れちゃったし、って言ってたそういうことですねまあ、まあ、結構早いって、マジで早いってどういうことですか、結婚が。いや、もうちょっと時間あったら変わってたと思うんですけどね。あれ、おいくつなんでしたっけ、今年みちょぱさん。みちょぱが23ですね。23。でも、お相手も若いですよね。お相手が、だから、彼氏が、まあ、旦那が30。旦那。そうですね、もう旦那ですからね。そうなんです、本当に。そうですね、30だからまだ全然。だいぶ年下じゃないですか、一回り以上。だから俺は、もっと、もっと下を手に入れるの。20歳と結婚する。20歳と。とうとう。とうとう。心の声いや、まんまじゃないですか、さっきの。言った通りじゃないですか。言った通りじゃないですか、だって。違う。とうとうが出されてますね、確かに。いや、なんか、きちんと、すごいね、記憶。あの、とうとう心の声が出ちゃったシーン。あ、いいですね。うん、なんてみんな書いてるんですかね。そうですね。私が心を埋めてあげるよっていう。はい、いきますね。そういう、ね、帰ってきたボロクソ言われるツイートを見て、それをなんか喜んでる俺はちょっと本当にやばいのかなと思いますけどねド M あ、やっぱこういうコメント来るんだなっていう実験してますよ、実験です、ね、みちょぱみちょぱ。じゃあちょっと失恋のところ申し訳ないですけど、今日もちょっと企画問わせていただければなと思って。え、失恋関係あるんですか。失恋全く関係ないです。え、ないんかい。お金稼ぎの話です。金稼ぎ、はい、もういいよ。愛はね、金があればなんとかなるからさ。そうですね、お金さえあれば、うん、みちょぱさんもいけたかもしれないですもんね。いけたお金はあるじゃないですか、別に、はい、お金はあるじゃないですか、それで。あるのよ、多分。ですよね、絶対。そう、本当にダメじゃん絶対ありますよね、だって
こっちよりありますよね。いや、言ったらダメだから。絶対。あ、多分ね、イベントとかのね、なんか、出演とか、あれはそこら辺高いからね。そうですよね。あとなんかブランドみたいなのとか、多分プロデュースしてる。あ、そう、自分でやってるしね。そうですよね。全然それは。いや、あと、なんか、彼氏も独立したっていうので、またやりやすいんでしょうね、うん、多分ね。あ、でもなんか一緒に CM 出てませんでしたっけ、なんか。出てましたよ。何のやつでしたっけ？メルカリ。あ、メルカリだ。で、あれ友達と一緒になんかその友達紹介すると4000ポイントもらえるっていうので、最大4000ポイントがあって、なんか友達ね、4人でみたいな感じの CM したから、なんかだからみちょぱとで友達以上恋人未満で終わったってことよ。なるほど。あと誰でしたっけ？お二人。あとはあれニコルンと、はいはいはい、あと小峠さん。ああ、すごいメンツですね。いや、そうなんですよ。コンパで言うと外れですからね。ですよね、ハゲ二人が。いや、本当に。いやいや、ちょっと、どういうキャスティングなのと思う、正直。確かに。ギャル二人と。そう。だから、なんでしょうね、けど、なんだろうね。同じ種類集めないといけなかったんですかね。なんかでも、印象に残りますよね、あの CM。ツーペアですよ、ツーペアですよね、確かに。いいですね。はぁ。うん、お金稼ぎたい。なんか、だったら、ほんとちょっと、楽して稼げる方法もあるんだったら、ちょっとやりましょうよ。そうですね。ちょっとじゃあ。しんどいの嫌ですよ、僕。ご提案していいですか？楽してではないと思うんですけど。本当ですか？まあまあ、いいですよ。まあ、お金あったら、ね、全然、女の子寄ってくるし、お金持ってる方が、女の子寄ってくるっていうの分かったから、はい、ここ何年かで。あ、なんで、ちなみになんですけど、なんで今日この衣装を着てるんですか？え？もう着る、なんで衣装着てるんでしたっけ？あ、これ、さっきポップアップの取材受けてました、みちょぱの。ああ、そうですね。はい。ここでですか？ここで。あ、ここでやってたんですね。はい。それはなかったんですか、その時。はい、ポップアップの取材の時に書いたんですか？いや、ポップアップの取材の時書いてないです。そんな、TV ショーでやったら分かるでしょ。あ、そうですね。はい。ポップアップってあれ、まだやってんじゃんっけ？まだやってます。で、ちょうどなんか、今週の金曜日って言ったかな。はい。吉村さんが、出てる時だから吉村さんの悪口ガンガン言っといた。みちょぱと YouTube やってるからなんか変な虫がついたんだみたいなこと言っといた。あれ吉村さんって先輩なんですか？吉村さん。吉村さんの方が多分1年先輩だ。あ、そうなんですね。年は下ですか？年は多分下だと思います。あ、そうですよね。うん、そう。いや吉村さん好きじゃないんですよ僕。え、なんですか？いやいや、一番最初付き合った彼女とかが、はい、のぶこぶ好きで、はい、吉村さんのこと好きだったから、もうあんま好きなんですよそっから。その恨みは今。そう。前も言ったけどね、もう今回もっとボロクソ言ったから。みちょぱさんとも YouTube やってますしね。そう、みちょぱとやってるから変な感じで、ね、そういう風に彼氏とね、もういいんじゃないみたいな感じのこととか、いらないこと言ってたと思うの。あと、ね、みちょぱと一緒にやってる、なんかね、仲良し TV みたいなのやってるけど、あれ、二人でやってるから再生回数伸びてないだけだからね。本当に、みちょぱだけの方が絶対伸びてるから。ちょっとすみません、悪口が止まんないので、ちょっと引き続きよろしくお願いします。はい、いや、本当に金稼いでるから、本当に。はい、めちゃくちゃ。